清原多平テープ第2巻約束続く。天災飢饉に頭を痛めた松江藩七代藩主松平春里公不昧公は家老三谷権太夫長道の進言を取り入れて天明四年秋についに清原多平に佐田川の工事を許可した。多平はすでに73歳になっていた。長い間の夢が叶い、やっと許可された佐田川の大事業ではあったが、藩は多平にいくつかの約束事を命じた。佐田川の開削は次の目的によって行う。一つ、佐田川を開削して宍道湖の水害を防ぐこと。一つ、松江近郊に神殿を拡大し、耕地を増し、米の増産を促進すること。一つ、水路を開き、交通の便を良くすること。佐田川の開削工事においては、次の約束事を守られたし。一つ、相次ぐ水害による民力の低下の時であり、救済事業として出雲の国十郷里に付加し、作業者を調達すること。一つ、工事期間は3カ年間とすること。場所は、浜佐田より日本海までの2里40軒幅とすること。一つ、新川敷地は無償で徴用すること。もう後に引くことはできなかった。その年多平は松江大橋掛け替え横目役を命じられている。多平は工事に着手するまでの期間、他のお役目を果たしながら新川工事の準備に余念がなかった。文字通り新川の仕事に命をかけるつもりであった。失敗は許されなかった。多平、よいな。わしはお前の長年の熱意に動かされ、殿に進言申し上げ、この度の決断となった。この大工事は藩の威信がかかっておる。失敗は許されぬぞ。お前の首だけでなく、わしの首もかかっておるぞ。周到な準備を頼むぞ。三谷権太夫は多平を呼び、佐田川の工事の重大さを改めて申し伝えた。工事に着手するまでの期間を約半年と多平は決め、雪解けの3月頃からと予定を立てた。それからは多平の夜も昼もない生活が始まった。多平の身の回りには殺気だった気配さえ感じられた。多平は里に長年よく仕えてくれたと礼を言い、やっと叶えられた大事業に一命をかけるつもりであると決意を述べた。これより先家へ帰ることはおろか、娘やお前の顔を見ることさえできぬやもしれん。留守は頼んでおくぞ。多平の表情からは決意の並々ならぬことがうかがえた。旦那様、佐藤も不審方の妻でございます。旦那様が心置きなくこの度の大役に専念なさいますよう心得ているつもりでございます。家の中のことはどうぞご心配なく、事業のことだけお考えくださいますように。佐藤は毅然とした態度で答えた。頼むぞ。多平は長年自分のそばで支えてくれた妻の顔を感謝の心で見つめた。旦那様、一つだけお願いがございます。現場にいらっしゃることが多くなるわけでございますが、女が世話を焼きに出入りするわけにも参りませぬ。製造を旦那様のおそばにお供させとうございます。佐藤は多平の顔色を見ながら伺いを立てた。製造とな。多平は佐藤の顔を見た。製造は少年の頃よりよく使えてくれました。理髪にもございます。旦那様の気性を誰よりもよく知っておりましょう。きっとお役に立ちます。そうすれば私も安心でございます。いつもはおとなしい里が今日は引き下がる様子がなく多平を驚かせた。多平の仕事を理解していながら妻として心配せずにはいられない里の女心であった。製造は北木村の農家の三男で、10年ほど前お寺の住職を通じ多平の家の手伝い人として住み着いたが、無駄口は一切聞かずよく働いた。多平の家に来た時はまだ少年の面影が残っていたが、仕事の合間に見せる理髪そうな目の輝きを多平は見逃していなかった。多平は現場に出る時、
時々弁当などを持たせお供させた。そのような時の製造の表情は生き生きと輝いていた。弁当を開け、製造にも一つ食べてみろと勧めながら、太平は、製造、お前は学問に興味があるのかと尋ねることがあった。製造は黙ってうつむいた。わしとお前の他には誰もおらん。遠慮せんでいい。行ってみろ。このような時の太平は、日頃お役目で示す厳しい顔とは違い、まるで父親のような顔であった。旦那様のようになりたいと思っております。申し訳ありません。心で思っておるだけです。製造は悪いことでも言う時のようにうつむき、遠慮がちな表情で答えるのだった。娘には三人恵まれたが、男の子のいない太平はこの利発な製造がとても気に入り、時には学問の手ほどきまでもしていたのを佐都は微笑ましく思っていたのであった。太平は製造を見ながら自分の少年の頃と重ね合わせていることがよくあった。青沼六郎左衛門に仕え、六郎左衛門に学んだように製造にも自分が力になってやりたいと思っていたのであった。製造か、そうだな。製造にとっても辛いかもしれんが、いい経験になるやもしれぬの。太平は佐都の申し出に素直にうなずくのであった。作戦。天明五年1785年3月、雪解けを待ちかねたように太平は佐田川の工事に着手した。太平はすでに74歳になっていた。藩から与えられた期間は3年。慎重な上にも慎重に計画をしてのスタートであった。太平は組頭たちを集め、この度の工事の説明や願い事を話し、その後現地である宅川沿いの土地を下見して回り、目印に測量の杭を要所要所に打たせた。当時付近の住民に前もって工事の説明などはなかったので、住民たちはその様子を見て何事が始まるのだろうかと不安に思ったのだった。オラの田に役人さんが杭を打ちなさった。オラのところもだ。一体何が始まるのだろうか。どうせ役人のやることだろくなことではあるまい。わしらのためになったことが今まであるか。ないない、それはない。日が経つにつれて十五里に割り当てられた百姓が集まり始め、工事小屋が建ち、太平や藩の役人たちが近くの民家に分宿し始めると、農民たちの間に次第に工事の噂が流れ始めた。大きな川ができるそうだ。川幅は杭を打ってあるあたりまで広がるらしいぞ。川筋にあたる土地はすべて藩に取り上げられるそうだ。いくら藩の仕事だって、わしらの先祖代々の土地を勝手に取り上げるなんてひどい話だと思わんか。今でさえ生活できんのに、これ以上土地が狭くなっては生きていくことはできん。家が川筋にあたるところは家まで取り上げられるんだと、どうすりゃいいんだ。農民の間に不安と不満が広がっていった。はじめはこっそりと自分の土地のあたりの杭を抜いて帰るぐらいのことであったが、工事関係者がおかしいぞと気がつく頃には、付近の住民が一団となり、その日打たれた杭はすべて抜き取るというようなことが平然と行われるようになっていた。くそ、また抜きやがったな。苦労して打ち込んだ杭がすべて抜き取られている。今度杭を抜くやつを見つけたらただではおかん。泥だらけになりながら工事をする関係者にとっても、このようなことは全く予想しなかったことであった。杭を打つと抜き取る、また打つと抜き取るといういたちごっこのようなことが続き、工事の関係者は見張りを立てたりしたが、それもあまり効果はなかった。ほんの一瞬の不意をつかれるのであった。この騒ぎは当然太平の耳にも入った。このようなことでは工事が予定通りに進みませんと現場からの報告を受けたからであった。元来争い事を好まぬ性格の太平は胸を痛めた。地元の住民に工事の説明や土地の了解を得ておかなかったのはこちらの不注意であったと、自ら住民のもとに出向き説明する姿勢を見せた。おやめください、そんなことは前例がありませぬ、かえって混乱を招きますと止める周囲の者たちの言うことも聞かず、
太平は住民たちにこの工事の必要性を説き、この工事が仕上がったらどれだけ住民の利益は大きいのかを説明して歩いた。太平は根気よく熱心に誠意を込めて話した。しかし日頃から藩のやり方に不満を抱いていた住民たちは誰一人太平の話に耳を傾けようとはしなかったのである。太平が熱心に説明すればするほど火に油を注ぐようなものであった。工事の内容が分かり、土地を無償で出さなければならないことが分かった住民たちはかえって本気で妨害を始めた。工事中に大勢で座り込みを始め、杭を打つ妨害をしたり、川幅を示す縄を張らせないようにしたりと、住民の方も土地を守るのに命がけであった。住民を力ずくで強制的に追い返し工事を進めることは役人側にとっては比較的たやすいことであったが、長い工事のことを考えると工事関係者と地元住民との争いは避けたいものだと太平は考えた。なんぞ良い手立てはないものか、太平は悩んだ。工事完成までの期間は3年とすでに決められ、工事の中断の日が長引けば長引くほど日にちのやりくりはつかなくなってしまう。どうしたものかと太平は悩み迷った挙句に製造に声をかけた。誰もが眠りこけている真夜中にである。製造、製造。太平は声を殺して製造を呼んだ。製造は太平に揺り動かされ、起こされて寝ぼけ眼を手でこすった。旦那様、もう朝でございましょうかのう。製造は布団の上でいずまいを正した。旦那様、まだ外は真っ暗でございます。どうなされたのでしょうか。製造は慌てて安頓に火をともし太平の顔を見た。静かにいたせよ製造、誰にも気づかれずに行きたいところがある。皆が寝静まるのをずっと待っていたのだ。旦那様、今からでございますか。製造、身支度をしろ。そして提灯の明かりが外に漏れないように黒い布をかけて、そっとわしについてまいれ。製造は夜風の寒さにブルルと身震いをしながら太平に従った。太平と製造は足音を忍ばせ黙って歩いた。今太平が一番信頼し頼みにしているのは、少年の頃からずっと太平に仕え黙々と家の仕事をしてくれていた製造であった。太平は考え迷った挙句に、誰にも知られず川土手へ行き、人々の寝静まっている間に目印になる何本かの杭を目立たぬように打っておこうと思いついたのだ。信頼する製造を連れて行ってください、きっと旦那様のお役に立ちますと勧めてくれた佐藤の配慮が今更のようにありがたく思える太平であった。その夜から川沿いの土手に二つの影帽子が見られるようになった。二つの影帽子はまるで地べたを這いずり回るように短時間のうちに目まぐるしく動き、実によく働いた。その二つの影帽子こそ新川の開削の大事業を村人たちとの争いなくなんとか無事に成し遂げたいと願う清原太平と、それを少しでも手助けしたい製造の姿であった。何日間かの工事の中断により、住民の方はすっかり気を抜かれ、工事関係者には格好な骨休みとなった。川の工事はもう諦めてしまわれたのかもしれんな。これだけ住民の反対にあってはいかなる藩の仕事でもやってはいけまい。そろそろわしらにもお暇が出るかもしれんの。百姓たちも地元の住民たちも大方がこのように考えていたのだった。しかし敵を欺くにはまず味方からの言葉通り、毎夜太平と製造が人々の眠りこけている真夜中に必死で働いていることを誰一人気づくことはなかったのだった。いよいよ工事再開の朝が来た。工事関係者にはその朝早くに突然工事再開の通達が出され、百姓たちはまだ薄暗い現場に出された。彼らはすでに打ち込まれている杭を目印に作業を始めた。工事の騒動に気づいた住民は太平のこの工事に対する並々ならぬ意気込みを知ることになったのだった。祈り。川の本格的な工事が始まり、宅川のあたりは急ににぎやかになり活気にあふれた。
太平はまず宅川の川筋から工事に取り掛かり、川をいくつかの区間に区切った。その区切りごとに土や砂を詰めた俵を積んで水をせき止め、川底の泥を掘らせようと考えた。川のあちらこちらに俵を担ぐ威勢のいい若い衆のちょいやーちょいやーの掛け声が響き、工事が順調に進められると誰もが思った。ところがいざ川底を掘り始めてみると、それは紙の上で図面を描き頭の中で考えていたのとは大違いであった。川底は思った以上に柔らかい土質である上に水はけが悪く、水を含んだ土はまるで沼地を思わせ、百姓たちは川底の土に足を取られ作業は難航した。早春の冷たい泥水の中で彼らは不安を訴え始めた。この調子では工事は予定通り進みませんぜ。百姓たちの気持ちは不安になっております。もう一度川底の土質を調べ直して計画を立てるか、川筋の変更を考え直してはいかがでしょうか。組頭たちは工事の困難さを強調したが、太平は彼らを集め、今さら川筋の変更もなるまい、工事の日数は限られておる、何事も最初は難儀でも進めておるうちにきっとたやすくなってくる、それを信じて百姓を励ましながら頑張ってくれ、頼むぞと頭を下げるのだった。清原様に直々に頭を下げられて頼まれたのでは、無理と分かっていてもやらないわけにはまいりませんな。もう一度頑張ってみますぜ。組頭たちは清原様にはかなわんなとしぶしぶ現場に戻り、作業者たちを励ますのだった。平坦な土地を掘り進めていけば仕事は楽かもしれないな。太平は百姓たちの作業の困難さを見るにつけ何度も自問自答した。しかし川筋にあたる農民たちの土地をより多く取り上げなくてはならないし、より多くの費用も必要だ。やはり困難が伴っても今の川筋を生かさなくてはならない。太平は当初の計画通り、上甲部から流れ出て北甲部の日本橋のあたりで二つに分かれ、一方は江戸から日本海側に注ぎ、もう一方は浜定の刀打ちに注ぎ込む宅川の川筋を生かし、佐田本郷から日本海にかけては靴川を取り入れて一本の川にしようと決めていた。しかしすでにある川を掘り進めていくことも決して容易なことではなかった。川幅も当初の40間約72メートルから20間36メートルに変更せざるを得なかった。苦労して掘った土も木こ、縄を網のように編んで四隅に綱をつけて石や土を運ぶもの、木ことザルで運ばなくてはならない時代であった。工事が進んでも進んでも太平の言ったようにはならず、現場は楽になっていくどころかますます困難さを増していった。浜定の刀打ちはその昔海だった場所なので、沼地のような土地の真ん中に堤防を作り、川と田畑になる土地を分ける計画がなされていたが、せっかく掘り上げて両側に積み上げておいた土が次の日にはもろくも崩れ落ち、工事は一歩も前に進まぬのだった。土の下に松の根を入れてみたらどうだ。いろいろな試みがなされたがうまくいかず、最後には泥道を桶で運び出すことまでなされたという記録が残されている。苦労に苦労を重ねる難工事で完成の年月も危ぶまれ、怪我をする人や何人かの尊い命も失われる騒ぎも起こり、百姓たちの心はすさび、次第にやる気を失う者も多くなってきたのだった。太平は百姓たちの心を何とか奮い立たせようと、雨で工事のできない時は相撲大会を開くなど娯楽にも心を砕いた。川の工事が佐田神社の三隅ヶ池近くまで進んだ頃、いよいよはかどらぬ難工事に百姓たちは、神様の土地を掘ることなんぞできん、工事がうまくいかんのは神様のたたりがあるからだと騒ぎ出した。神様はたたりなどお与えにはならん、もしもたたりがあるとしたら工事責任者のわしに何かのご沙汰があるはずじゃ、心配するな。太平は声を大にして何度もそのことを言い聞かせたが、神のたたりを信じ込み恐れる彼らには太平の声は虚しかった。太平の細い体は余計細くなり、苦悩する顔つきは誰の目にも鋭く見えた。
あの穏やかな太平様の顔つきが変わった。周りの者はひそひそと言い合った。この工事は失敗だったのかもしれんの。今になって引っ込みがつかなくなったのではないか。大ごとよの。しかし人々の噂とは裏腹に、太平のこの工事完成にかける決意はますます強いものになっていった。秋祭りも終わり、農家の人々は長い冬に備えての準備に余念がなかった。そんなある日、太平は工事現場から帰ると製造に、製造、明朝早く江住の海岸へ参るぞ、と切り出した。江住の海岸でございますな。製造は問い返した。海岸へ着いたら戻ってくるまで一言も口を聞いてはならん。ただ万が一わしが倒れることがあれば、直ちにわしを捨ておき、三谷様にこの工事を続けていただくための願いをいたせ。その他のことは聞くことは相ならん。太平は厳しい表情で製造に言い渡した。次の朝、まだ薄暗い中、太平は江住の海岸へ行くと、海の中へ静かに入り身を清めた。もうすぐ冬を迎えようとする海の水は冷たく、老いの身には応えた。製造は自分も海へ飛び込み、太平を連れ戻したい衝動に駆られた。しかし製造は太平の気持ちを乱してはならぬと自分の気持ちを抑え、遠くからそっと太平を見守った。太平がこれから何をしようとしているのか製造にはよく分かっていたからだ。太平は海水で身を清め、何かお口の中でつぶやくと海水を口に含み歩き出した。製造は用意してきた着物を太平の肩にそっとかけた。そしてつかず離れず、静かに太平の後に従った。太平は佐田神社までの一里四キロの道のりを、海水を吐き出すことなくしっかりと歩いた。佐田神社に着くと、太平は柏手を打ち、長い祈りを捧げた。どうぞ太平に力をお貸しください。すべて民百姓のためです。心の中に一点の濁りもございません。工事が終わり、川が開通いたしましたならば、私の命など惜しくはございません。太平のこの祈りと行動は、それから100日間、雨の日も風の日も雪のちらつく日でさえも休みなく続けられた。それは次第に組頭や百姓たちに知れ渡った。あのお年で太平様は願掛けに通っておられるそうな。あの姿を見たかや。この寒さの中で海に入り、水ごりを取っておられるそうな。決意は並々ならぬものなのだ。若いわしらがぐずぐず言ってはいけんな。太平の懸命の祈りは、周りの者の心をも動かしたのだった。一方、五条家では、上品な老女が裸足で来る日も来る日も春日神社に願掛けに通っている姿が見かけられ、評判になっていた。太平の苦悩を知り、いても立ってもいられない妻の里の祈りの姿であった。大石の手水鉢。太平の必死の願いは、周りの者の心をも動かし、南光寺も少しずつ軌道に乗っていった。太平は、青沼六郎左衛門から若い頃教わった、土木工事は順調にいっている時こそ注意を忘れるな、という言葉を常に胸の中で繰り返し、気を抜かずに仕事をすることを現場の人間にも言い聞かせていた。工事が進むにつれ、何区画かに分けて水をせき止めておいた俵は、次の区画へ移るたびに一気に取り除かれ、新川は次第に長くつながっていった。この作業は、当時この地方ではたたら切りと呼ばれていたが、ため置かれた水は俵が覗かれた途端勢いをつけて次の区画へ流れるため、腕のいい船頭が船に乗って羽頭という指図役をやり、両岸からその指図役の掛け声に合わせて積み上げてある俵を一気に縄で引っ張り崩すのだった。水の勢いは強く、急激な流れができるため、大変危険な作業の一つであった。一区画の工事が終わり、次の区画へ移るときは、まず何分の一かの工事が完成したぞというような意味を込め、太平はもちろんのこと、藩の役人たち、作業者たち、それに村の人々も繰り出し、さながら祭りのようであった。
羽頭を務める船頭は晴れがましい気持ちでこの役を務めるのであった。工事が進み、一区画また一区画と川の工事が進んでいったある日のことだった。寛平という小屋頭が受け持っていた区画が完成し、たたら切りが行われることになった。羽頭を誰にしたらいいものかと考えているとき、磯八という者が自ら羽頭の役を買って出た。よほど腕のいい船頭でも少しの油断で船が傾き水に飲まれてしまうことがあるぞ。お前、船を操ることができるのか。寛平は懸念な表情で磯八に尋ねた。なあに、任せてくださいお頭。海で鍛えたこの腕、見損なってはいけません。本当に大丈夫なのか。一生に一度の晴れ舞台、ここで逃しては母ちゃんに持って帰る自慢話は一つもありません。ほらよっと。磯八は腰で舵を取り、体をくねらせてみせた。そうか、それほど言うのなら任せてみようではないか。みんなも反対はないな。寛平小屋でわーっと歓声が上がり、拍手が起こった。空は晴れ渡り、やっと暑さが遠のいてきたこの日、寛平小屋の磯八がたたら切りを行うことになった。大勢の人の見守る中、磯八は手ぬぐいで鉢巻きを締め、緊張しながら船に乗り込んだ。いいか、くれぐれも気を許すなよ。磯八、用心深くやれよ。かっこいいぞ。仲間たちの励ましの声が飛んだ。磯八は小舟をこいで川の中央へ行くと、勇ましい声で1、2、3と合図を送り、長い竿で川の中央にある俵を力いっぱい押した。川の両側では多くの作業者たちが掛け声をかけながら、縄で俵を岸へ引っ張り上げようと一生懸命になっていた。それそれ、彼らの掛け声が遠くまで響き、それは気持ちの良い様であった。やったーとみんなが叫んだのと、磯八がギャーッと叫んだのが同時だった。俵の崩れた間から水は勢いをつけて滝のように流れ、傾いた小舟から磯八は川の中へ叩きつけられるように沈み込んでいった。それはほんの一瞬の出来事で、見物人の中には何が起きたのか気のつかない者さえいた。磯八、磯八。仲間たちの声も虚しく、磯八の体は再び浮かび上がってくることはなかった。わーっと誰かが泣き出し、ざわめきは止まなかった。その夜から仲間の者たちは、まるで磯八を呼び寄せるように拍子木を叩きながら磯八の名を呼び、川筋を歩き回った。その声はやるせなく響いた。大きな工事に多少の犠牲が出ることはやむを得ないと太平は覚悟していたが、目の前で起きた磯八の事故はやはり胸が痛み、動揺を隠しきれなかった。神様はやはり何かを起こっておられるのだろうか。太平はこれからの残りの難工事を思うと急に自信がなくなってくるのだった。苦悩の中、浅井山に登った太平は朝日寺に手を合わせ、そして山の下方に広がる佐田川の工事現場を眺めた。近くで見ているのとは違い、完成に近づきつつある佐田川はより大きく、より力強く、海と湖を結ぶ太い線となって太平の目に飛び込んできた。もう少しだ。ここでくじけることは城下の人々や付近の住民を裏切ることになる。そして工事の犠牲者にも申し訳が立たぬ。やり通さなければ。太平の胸に説明のつかぬ熱いものがこみ上げ、涙となって頬を伝った。太平は一瞬すべてを忘れ、幼子のようにすすり泣くのだった。太平は川の工事を進めるのと同時に、作業者たちの手を借り、川筋に当たった三隅ヶ池の代わりの土地を川向こうに作り、神様の土地を与えていただいたことを心から感謝した。そして工事が完成した折には、川土手に桜の木を植え、佐田神社へ参詣する人々の心を慰め、この川で犠牲になった人たちの魂を慰めることを神前に誓ったのだった。太平は近くの恵比山、三隅ヶ池の東方にあり、上佐田と明文との境の突端の山、
海老山から巨石を運び出して手水鉢を作り、佐田神社に寄進したいと組頭たちを呼び相談した。これから残りの難工事をやり遂げるためにも、佐田神社に大手水鉢を寄進いたしたいと思う。工事の無事を願うのは私の祈りでもあり、皆の祈りでもあると思う。心を一つにして力を貸してはもらえまいか。太平のこの提案は工事関係者の心を打った。すでに2年目を迎えた工事期間の中で初めて全員の心が一つに溶け合った時でもあった。今も佐田神社に残る巨石の手水鉢は天明6年1785年9月、工事現場の全員が力を合わせ知恵を出し合って海老山から佐田神社まで運搬したと伝えられている。その石の大きさは縦8尺 2.4 メートル、横6尺 1.8 メートル、高さ5尺 1.5 メートルの自然石である。完成。松江藩が太平に与えた約束の工事期間は3年であった。最後の年に入っても工事は少しも楽にはならなかった。それでも工事は一歩ずつ一歩ずつではあったが、みんなが力を合わせて前進していった。長い冬が過ぎて雪解けの頃になり、新しい川土手にもレンゲやつくしが芽吹き始めた。フキノトウが可愛らしい芽を出しふっくらと膨らんでくる頃、佐田川の工事は最後の段階に入っていた。江住の港へ注ぐ最後の区間では、波とどう戦うのかが重要なポイントになった。日本海の波の荒さは想像以上である。穏やかな海が気候の変化により急に変わり、全く別の表情を見せる。太平は最後の力を振り絞って工事現場へ出かけた。製造はずっと太平のそばで身の回りの世話をしながら、この頃時々心配なことがあった。この3年の間に太平は体力も気力も使い果たし、この大工事が終わった途端にどうにかなってしまうのではないかと思われることが時折あったからだ。ただひたすら神仏に祈り、工事のことだけしか頭になかった太平が、踏み机の前に正座しぼんやりと一点を見つめているのを製造は目にすることがあった。旦那様は疲れが溜まっているのではないだろうか。製造は落ち着かなかった。江住の波止めの工事は困難を極めていた。何日か波の穏やかな日が続き、石を組み合わせ積み上げられた波止めは、あと少しというところまで行くと一瞬の気候の変化や風の具合でたった一晩でもろくも崩れた。海の波は荒れ狂い、波止めを蹴散らし跡形もなくさらっていってしまうのであった。江住の海岸はまたやられましたぜ。畜生、あと一歩のところなのに。現場の人たちは雨や風のたびに天を見上げ、悔しさを叩きつけるのだった。失敗するたびにいろいろな工夫がなされ、最後には石と石の間にソダ、焚き木などに使う短く切った木の枝、ソダを入れてみたらどうだという意見が取り入れられ、波止めは見事完成し、最後の一区間も一歩前に進めることができた。この江住の波止めの工事は全部で13回ものやり直しをし、やっと完成したと言われている。しかしさすがにこの時は組頭も百姓もやめてしまいたいとか逃げ出したいとかいうものはなく、工事の最後を目指して力を振り絞った。日本海の波のしぶきを浴び、全身濡れネズミになりながら、太平も一日も休むことなく工事現場に立ち、工事の成り行きを見守った。太平様のお指図だったからこそわしらもここまでやってこられたのかもしれんな。あのお年でわしも太平様を見習いたいものだの。この頃になると太平の人柄を慕う者も多く、太平に挨拶をして通り過ぎる者も多く見かけられるようになっていた。天明7年1787年の秋も終わりを告げようとする頃、佐田川の工事はついに完成した。多くの障害や苦難を乗り越え、3年という限られた期間で雨や風と戦いながらの工事であったが、太平の信念はついに多くの人の心を動かし、
約束の日まで何ヶ月もの日数を残し完成にこぎつけたのであった。最後のクワが振り下ろされた時、わーっという歓声が上がった。その声は次第に水面の波紋のように広がり、止まることを知らぬようだった。日焼けした泥にまみれた男たちの顔に涙の跡がいく筋も流れた。振り返ってみると、それほど大変な難工事であった。男たちはやがて太平を取り囲むと、声にならぬ声で、太平様、太平様と叫んだ。一人一人に礼を言い、手を握る太平の声も震え、言葉にはなっていなかった。太平の涙で霞んだ目に、佐田川の力強い流れが浮かんでは消えた。佐田川の工事は明けて次の年の正月、最後のたたら切りをし、竣工の祝いをすることになった。何年ぶりに良い正月ができると関係者は喜んだ。太平様、竣工の祝いにはまたお顔が見られますな。太平様、お疲れを早く治してください。組頭も百姓も太平との再会を楽しみに、ひとときの別れの言葉を述べた。本当にお世話になった。ご苦労であった。太平はまるで永遠の別れであるかのように、百姓たちにも心を込めて丁寧に頭を下げるのだった。太平は宿舎に帰り、部屋に入ったまま一心に書き物をし、身の回りの片付けをした。清蔵は、旦那様、やっとご苦労の末の大事業が終わりました。少しお休みになってはいかがでしょうか。奥様もどんなに心配しておられますことやら、竣工式までにはまだお暇がございます。一度ご本宅へお戻りになったらいかがでございますかと何度も勧めた。太平は、ここまで来て急ぐこともあるまい。お殿様にもご家老の三谷様にもご報告を書かねばなるまい。せかすな、と答えるばかりであった。工事の完成から何日かが過ぎた。太平は机に向かい、相変わらず書き物に精を出していた。あれだけにぎやかだった川土手から人影は消え、ところどころで冬支度をする住民たちの姿が見えるばかりの工事現場を、もう一度見回りたいと太平は製造を誘った。おお、寒い。そろそろ雪の降る季節でございますな。雪の降るまでに工事が終わり、よろしゅうございました。製造は何やら顔色のすぐれぬ太平を気遣って話しかけた。この寒さでは初雪も近いかもしれぬの、太平は答えた。それっきり太平も生存も黙って川土手を歩いた。長い長い月日のさまざまなことが、太平の胸にも生存の胸にも去来する思いとなっていた。時折すれ違う住民たちが、そっと太平の顔を見上げては丁寧に頭を下げて通り過ぎていった。生存、これから浅井山に登るぞ。太平の突然の言葉に製造は、はっと聞き返した。雪が降っては浅井山にも登れまい。浅井山の上から佐田川の全景を見てみたい。ついてまいれ。そう言うと太平は有無を言わせぬ勢いで歩き出した。浅井山で。太平は息も乱さず、浅井山への道を登った。太平の孫にも当たるような若い製造の方が、頂上までの道中で何度も音を上げそうになった。旦那様のお体のことを心配していたのは杞憂であったな。旦那様は俺などよりうんとお元気だ。お好きな山へお供して、お元気な旦那様のお姿が見られてよかった。製造は肩でハーハーと大きな息をしながらそう思うのだった。太平は頂上に着くと、朝日寺の本堂の前で丁寧に頭を下げ、手を合わせて長い時間を過ごした。そして下方に見える佐田川をじっと眺めた。日本海側の江戸もから宍道湖までが一つの太い線になり、力強い流れとなって太平の目に飛び込んできた。旦那様、こうやって見ますと、とても人の技で作られたとは思えませぬな。この目でずっと見ていても、製造には信じられぬ気がいたします。旦那様はすごい人です。そんな旦那様のおそばにいられて、製造は幸せ者でございます。製造は一本につながった佐田川を眺めて興奮して叫んだ。
わしの力ではない。多くの人の力が結集したからこそできたことじゃ。神仏の助けがなくてはとてもできなかった。どこかで神仏がわしの心を支えていてくださったからできたことだ。太平は自分に言い聞かせるように静かな口調で喋った。これで五条家も水の害を受けることが少なくなろう。そして川の周辺の田んぼには今までの何倍も良い稲が実るぞ。百姓たちが喜ぶ姿が目に浮かぶようじゃ。一年後の秋をぜひ見てみたいものじゃ。太平は静かに目を閉じた。一年なんてすぐ経ってしまいます。黄金色に実った稲穂を製造もぜひ見とうございます。旦那様のお供をいたしますゆえ見に参りましょう。川沿いの百姓たちもきっと喜びまする。製造の話に太平は目を閉じたままうなずいた。太平は目を開けると北岐村の方角を指さした。わしは北岐で生まれた。76年も前だ。水害の多いところでの百姓たちは貧しい上にいつもいつも水との戦いだった。製造が初めて聞く太平の話であった。さようでございますか。噂では聞いたことがございます。清原の先祖はその昔は雨子に仕える武士だったそうじゃ。ところがわしが生まれた頃は父も母も土にまみれて必死で生きておったわ。それでも父や母の思い出というものはこの年になっても思い出すと胸の中が熱くなってくる。太平は少年のような表情をした。そうでございますな。製造は長らく姿を見ない両親を心の中で思い描いた。製造、お前の父や母はまだご存命かのう。はい、元気で百姓に精を出しておりまする。そうか、お前もよく仕えてくれた。心から礼を言うぞ。一度父や母の顔を見に帰るがよい。里に行って土産物を用意させよう。とんでもございません。父や母のところには帰ろうと思えばいつでも帰ることができます。旦那様のお仕事が一段落しましたら一日だけお暇をいただきます。それで十分でございます。私は三男でございますゆえ気楽な身の上でございます。製造は自分の身のことにまで心を配ってくれる太平に頭が下がる思いであった。製造、どこで働こうとどこで暮らすことになろうと自分の心の中に志を持つことじゃ。お前はまだ若い。お前が年を取る頃には世の中も変わっておろう。太平は続けた。わしの一生の仕事は治水のことと心に誓っておった。父親は水との戦いで死んでしまった。水害の心配のないところで百姓たちに精を出してもらいたいと、それがわしの志だった。この年になってこのような大きな仕事を任せていただいて、わしは殿様にもご家老にも本当に感謝をしておる。今のわしは心残りは一つもない。旦那様が心残りがなくても周りの者は皆旦那様を必要としております。いつまでもお元気でいてもらいませんと。製造はふっと太平が手の届かないところへ行ってしまうような不安な気持ちに襲われた。人間、志を持ち続け努力し続けることこそ大切なことであるぞ。製造、製造にとって太平は親とも死とも思える人であった。長らくおそばにいてもこのように親しくお話を聞くことは初めてのことだと、製造は改めて太平のような人と出会え使えることができた幸せを思うのだった。太平と製造は浅井山の頂上から竣工式を待つばかりになった佐田川を眺め、遥か遠くの五条家を眺めながらこの三年間のことを懐かしく思い出していた。旦那様から学ばねばならぬことはまだ山ほどある。旦那様から教えてもらわなければならないことも山ほどある。旦那様には長生きをしてもらわねば。その時の製造は本気でそう考えていたのだった。人の命にいつかは終わりが訪れることなどその時までついぞ考えてもみない製造であった。
すでに11月も終わりを告げようとしていた。浅井さんから帰った太平はろくろく食事も取らず再び部屋にこもったきりであった。火鉢に炭を足しながら製造はいよいよ冬支度をしませんとつぶやいた。そして製造はそれとなく太平に竣工式の日まで本宅にお戻りなさいました方がと言葉を続けたが語尾を濁した。机に向かい一心に書き物を続ける太平に製造はなぜかそれ以上のことは言えない雰囲気を感じたのであった。朝からの風に加えて昼を過ぎる頃から雪がちらつき始めた。この冬初めての雪であった。今夜は雪が積もるかもしれんな。製造はどんよりと曇った空を見上げ手の甲をこすりながらそんなことを考えていた。製造、製造はおらぬか。太平の声であった。製造はここにおります。製造は慌てて太平の部屋へ向かった。あいにくの天気で申し訳ないが書状を持って里のところへ帰り渡してはもらえまいか。急いでおる。製造は急いで支度を始めた。一時も早く書状を奥様に届け夕食までには旦那様のところへ戻ってくる心づもりであった。大切な書状だ。失うでないぞ。奥谷の家に着く頃には雪も積もっておろう。気をつけて参れよ。日頃よりも念の言った言葉、そして製造をいつまでも見送る太平が製造は気にならないでもなかった。しかしこの悪天候の中使いに出すことを気になさっているのだろうと考えひたすら道を急いだ。大切な書状を失ってはならない。製造はしっかりと風呂敷に包み懐に入れた書状の包みを何度も手で押さえ確かめてみた。雪は製造の肩や頭に積もり本宅に着く頃には辺り一面を銀世界に変えていた。久方ぶりのご本宅であった。製造は工事の間何回か太平の着替えなどを取りに帰り里に現場の様子の報告をしていたが工事が終わりに近くなる頃から太平のそばを離れることができなくて足が遠のいていたのだった。製造は腰の手ぬぐいで頭や肩の雪を払うと引き戸に手をかけた。まあ製造ではありませんか。久しぶりだこと。旦那様はお元気なのでしょうね。佐藤は製造の姿を見るとまるで息子を迎え入れるような優しい表情で声をかけた。寒かったでしょう。こんなに冷たくなってさあお上がりなさい。佐藤はいろりのそばへ座ることを勧め鉄瓶の湯を茶碗に注いだ。お正月明けの竣工式を残し大方の工事が完成したと伺い旦那様がいつお戻りになってもいいようにいろりの火を絶やさないようにしているのよ。佐藤は笑った。旦那様はいつお戻りになるのかしら。家にはどれくらいおいでになれるのかしら。佐藤は製造の報告が待ちきれなくて矢継ぎ早に尋ねた。旦那様から大切な書状を預かって。製造は懐からおもむろに書状の包みを取り出すと丁寧に風呂敷をほどいた。佐藤は待ちきれぬというふうに製造の手から書状を受け取ると急いで仏間へ行き仏壇のろうそくに火を灯した。そして手を合わせ祈りを捧げるとろうそくの火で太平の手紙をゆっくり読み始めた。製造は大切なお役目を果たし雪で道が塞がると旦那様のもとへ帰れなくなりますのでと仏間の里に声をかけ立ち上がろうとした。その時製造、製造とけたたましく叫ぶ里の声が届いた。製造は慌てて立ち上がり仏間へ駆け込もうとした時書状を手にした里が血相を変えて製造の前に立ちはだかった。製造、旦那様はお加減が悪いのではないのですか。佐藤は叫んだ。日頃静かな佐藤には珍しいことであった。そのような。製造は自分を送り出してくれた太平の姿を思い返してみた。雪で道が塞がらぬ間に製造ご苦労ですが旦那様のところへ案内しておくれ。佐藤の声は震えていた。奥様、旦那様の書状には一体何が書いてあったのですか。製造は必死で尋ねたが佐藤は首を横に振るばかりだった。
手伝いのお道に急いで支度をさせると、佐藤は風呂敷包みを大切そうに手に持った。お荷物は私がお預かりいたします。製造は慌てて佐藤の手から風呂敷包みを取り上げた。奥様、この雪の中そのお年で女の足ではとても無理ですと必死で止めるお道の手を振り払い、佐藤は道行きを着て雪靴を履いた。雪の道を杖をつき、つんのめりそうになりながら佐藤は急いだ。雪はやみ間なく降り、佐藤と生存の行く手を遮ったが、今の二人に怖いものはなかった。佐田神社の境内へ、と言い続ける佐藤を案内しながら、生存の胸を不吉なものが走った。降り積もる雪、一面の銀世界、歩く人もない夕暮れの道を、佐藤と生存はひたすら先を急いだ。こんな年齢で、しかも女の足でと製造が驚くほど何かに疲れたように、佐藤の足取りは確かだった。佐田神社の鳥居にたどり着いたとき、佐藤は製造の手を振り払い、杖を放り出し、幾度も転びそうになりながら神殿の方へ走った。佐藤は一瞬立ち止まり、わーっと声を出した。そして、雪の中に膝をつき、前かがみになると、両の手でしっかりと雪の中に倒れている人を抱きしめた。聖蔵は自分の目を疑った。もうすぐ暮れて行こうとする境内の真っ白な雪の中、佐田神社を拝むような姿で倒れ込んでいたのは他ならぬ清原太平、その人であった。旦那様、旦那様、佐藤と聖蔵の声が北風に消されていった。佐藤は聖蔵から風呂敷包みを受け取り、中から一枚の着物を取り出した。それは竣工式の日、太平に来てもらおうと佐藤が心を込めて仕立てた晴れ着であった。佐藤は雪の中の太平にそっと着物をかけた。旦那様は自分の命を知っていなさったのですよ。佐藤はつぶやくように言った。太平の表情は穏やかであった。天明7年、1787年11月28日、完成した新川のほとり一面を、初雪がすっぽりと覆った日であった。太平が妻の佐藤に届けた書状には次のようなことが書き残してあった。私は今まで松江の殿様に限りなくご恩を受けているから、この家の者は子孫までそのことを忘れてはいけない。これ以上のお願いはすべきではないが、この工事で働いてくれた役人や作業者には多少の褒美を与えてくださるようお願いしてほしい。また工事の犠牲になって死んだ者に対しては、これから長く清原家の仏としてお世話をするように。また清原家の子孫は、これからずっと佐田神社を大切に守り、厚く信仰するように。佐田神社一帯の川岸に桜を植え、神社に奉献してほしい。最後まで周りの人々に心配りを忘れなかった太平の書状であった。川開き。天明8年、1788年、松の内も終わった1月11日、佐田川のほとりは祝いの声で満ち溢れていた。辺り一面にうっすらと雪が残り、時折人々の髪を撫でてゆく風はひんやりと冷たかったが、冬の日本海には珍しいほど海はなぎ、天気にも恵まれた日であった。佐田川の工事最後のたたら切りと、盛大な川開きを一目見ようと、藩の役人、工事に加わった者たち、村の人々と、この日を待ちかねた多くの人々で川のほとりはごった返していた。清原様の姿が見えないではないか。太平様はどうなされたのじゃ。誰の口からともなくそんなつぶやきが広がっていった。お祝いの席をけがしてはならぬ。わしに万一のことがあっても川開きの日まで決して口外はならぬ。老齢の太平は常々藩の役人や製造にやかましくそのことを言い聞かせていた。ほんに残念なことじゃのう。清原様は工事の完成で気が緩み、風をこじらせて床についておられるそうな。祝いの席で気分でも悪くなってはいけないと、来たいのを我慢しておられる。皆によろしく伝えるよう申しておられたぞ。藩の役人の一人が大きな声でこう答えた。
一瞬ざわめきが起こった。さようでございますか。本に残念でございますな。お会いするのを楽しみにしておりましたのに。しかし清原様らしいお気の使いようでございまするな。組頭の一人が作業者たちの言葉を代表するように言った。人々は互いに顔を見合わせうなずき合った。やがて拍手が起こり、一艘の小舟が最後の区間である川の中に滑るように入っていった。その船は川の中ほどまで行くと動きを止め、鉢巻き姿の羽頭が1、2、3と勇ましい掛け声をかけた。それに合わせ川の両岸から百姓たちが縄を引き、よいしょよいしょと最後のたたらを一斉に崩した。溜めてあった川の水が一斉に海側にどっと溢れ出した。この瞬間、佐田川の水は宍道湖から日本海へと一筋に流れ始めた。盛んな拍手がいつまでもいつまでも続いた。見物人の中からほっとため息が漏れた。川の両岸の以前は底なし沼だったところも、荒れ地だったところも、今は見事な田や畑に変えられていた。つい先日までの苦労が夢のようだった。工事関係者には他兵が望んだように家老の三谷権太夫からわずかずつではあったが褒美が出され、関係者を感激させた。その様子を遠く離れたところからひっそりと見つめる老婦人と若い男の姿があった。その老婦人の胸には石膏院中山領義孤児と書かれた位牌がしっかりと抱かれていた。旦那様はお幸せだったのでしょうね。老婦人はぽつりとつぶやいた。そうだったに違いありません。旦那様はずっとずっと皆の心の中で生きていなさるのですから。若い男はそう答えた。二人の目に涙があふれた。それ以来、佐田川の両岸には春は青い目がそよそよと風にそよぎ、秋には黄金色の稲穂が重そうに頭を垂れて、この地は見事に出雲地方の米どころと呼ばれるまでになったのである。その後、佐田川は佐田の庄を流れる川という意味で自然に佐田川と呼ばれるようになり、昭和41年、1966年に一級河川氷川水系の佐田川が認定された。この川が完成して以来、宍道湖沿岸の水害は少なくなり、松江と江住浦の交通は便利になった。佐田川には大きな運搬船が行き来できるようになり、港を出入りする船の監督を置き、遠いよその藩から来る船からは通行税を取り、松江藩の収入となっていた時代もあった。完成4年、1792年、太平の死から5年後には竹台、現在の鹿島町に川方役所が開かれ、近辺の4つの郡から納められる米をここで受け取り、大阪や広島へ送り出す仕事がなされるなど、現在の鹿島町周辺の産業の発展にも大いに役立ったのである。終章。おじいちゃんと僕の楽しかった夏休みは終わりを告げようとしていた。おじいちゃんと僕は飼育ケースの中に多平ガニを入れて佐田川に出かけた。車が揺れるたびに足元に置いた飼育ケースの中のカニが驚いたのではないかと僕は足元を覗き込んだ。漁船やレジャーボートがたくさん置いてある河口は避けて、僕たちは佐田神社の近くの川岸へカニを放した。川はだんだん変わっているから、多平ガニを見られるのもこれが最後かもしれないな。おじいちゃんは川の中を覗いて寂しそうに言った。松江に行ってから3ヶ月近くの日数が過ぎ去ろうとしていた。僕は塾で一緒のひろみちゃんのために買ってきた松江の絵はがきとキーホルダーをまだ渡せないでいた。パパの率いる都立越智高校のサッカー部が地区予選で惨敗した日、パパは夜遅く酔っ払って帰り、テレビを見ながらさらにビールを飲んでいた。勝つのばかりが人生じゃない。彼らはよくやったよな。パパ、また酔っ払ってしまって。ママの声だ。一生懸命やったということが彼らの人生をきっと支える。そうだよな、ママ。
まあ今夜は許してあげよう。一緒に飲もう。パパ、パパとママの会話が今日は嫌にしんみりとしている。おい龍、ちょっと来い。パパが突然大きな声を出して僕を呼んだ。龍ちゃん、ちょっとちょっと。続いてママの声がした。ベッドの上で寝っ転がって本を読んでいた僕は慌てて居間へ行った。島根県の鴨岩倉遺跡で全国でも珍しいほどたくさんの銅鐸が出土したんだって。ニュースでやっているよ。パパとママは僕の顔を見るなりこう言った。本当？僕は驚いた。鴨岩倉遺跡って宍道湖の近くでしょ、パパ。僕はパパに聞いた。大原郡鴨町だよ。宍道湖の隣町。パパは答えた。明日の新聞第一面トップだな。親父のやつ顔色を変えて言ってるぞ。そうね、そうよね。お父様の喜んでいる顔が見えるみたい。鴨岩倉遺跡の銅鐸出土を記念して乾杯。まあパパったら調子いいんだから。パパとママの声を聞きながら僕の脳裏には四輪駆動のワゴン車を走らせているおじいちゃんの顔が浮かんでいた。おじいちゃんがどんな論説を書くのか僕にはとっても興味があった。平成8年1996年10月14日島根では鴨岩倉遺跡から全国最多の39個の銅鐸が出土し全国を沸かせた。それは清原太平の佐田川の改削工事竣工から209年目の秋の出来事だった。村尾康子作、清原太平、終わり。朗読、林久仁子。